皆さん、こんにちは。はい、神崎郡ですね、市川町になるのかな。ここの大井町を見に去年も来たと思うんですけど、今年それの時から気になっとった彼岸花やね。あれ多分彼岸花ちゃうかな言うとったところですよ。それとまあ春には梅も有名なんですね。梅ね、これね。秋は一応、ここもうすぐあれが落ちますからね。なんて言うんですか、あれ、銀杏ね。もう落ちてるんちゃうかな、これ。銀杏広場へちょっと募金がいるんですけどね。まあ、今年はもうちょっとね、いいでしょう。まだ新しい銀杏をしてるね。ちょろちょろね。で、おかげ踊りが有名ということでね。はい、それでね、肝心の彼岸花ですけど、やっぱり彼岸花でしたね。ナスばっか、ちょっと葉っぱ見とって、彼岸花かな。でもね、綺麗にね、葉っぱがあれへんね、もう。刈られたんやろか、神社の方が。素晴らしいですね。これ、ちょっとね、ここ彼岸花でいっぱいになったら素晴らしいと思いますよ。まだ咲き始めですからね、これ。もっと真っ赤になるんちゃうかな。これ、ポコーン、両目出てきてるでしょ、これ。ねえ、これが一斉に咲いたところを皆さん想像してください。あんまり中入るとね、彼岸花痛みつくんでね。これは彼岸花の名所ですね。まああんまり知ってる人少ないんちゃうかな、ここは。でまあ向こう側にもね、彼岸花ありますからね。ちょっとだけ、まあこっちほどじゃないけど、それでもそこら目出てきてるもんな。ちょっと木陰になって日当たりがどうかなって思うんやけどね。えよかった、今年彼岸花見られて。もうあの辺もようけ目出てますよ。花は咲いてないけど、これはちょっと手前でね、花咲いてますけどね。いつになったら咲くんやろう思ってたけどね。よし。うわ、奥感もあるわ。彼岸花ほんますごいな。これはぜひ見に来てください、皆さん。奥の方まで彼岸花ありますわ。こっちの門から巻いてこれるのかな。ね、コンクリの道あるし。これね、ステーキの彼岸花ですね、これは。あんまり中入らんとこ、どこで終わってるよ、赤なんか。あれなんかも固めて咲いとるかな。うん、きれいきれい。あれ奥の方まで咲いてるでしょ。何輪か入りますよね。あの辺もね。ゆっくり鑑賞できますわ。大体ね、田んぼの脇とかあれとかある。ね、ここ日陰も多いからね、木があるから。そんな暑くないですわ。まあ、だんだん涼しくなってきてるしね、秋やから。でちゃんとした天満神社さん、お宮さんもあるしね。ここカメラマンの人もいいんちゃうかな、じっくり撮れるから。はい、まあそんな感じでしたね。まあとにかく、これからですわ。これから1、2週間の間切るんじゃないですか。ね。はい、そんな感じでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。